はい、皆さん、こんにちは。アトランタのタカです。今日は11月3日、日曜日、朝8時半からゴルフを2人でやったんですけども、1組抜いて、その後、もう1組抜いて、1ホール開けて、8時半から始めて、なんと11時、過ぎにはもう終わってしまいました。はい、まあ、素晴らしい。なんと時間が余って、私は大変幸せです。はい。今日はですね、スポーツとレストランについてちょっと話してみたいと思います。レストラン経営するにあたって、やはりスポーツは切っても切れない仲があります。はい。そんなわけで、まずですね、先週何があったかと言いますと、まず1週間前の土曜日ですね、UGA、ここはジョージア州なんですけども、ユニバーシティ・オブ・ジョージア、UGA、とフロリダゲーターズの試合がありまして、これが3時半からあったんですけども、その前日にですね、実は96人お客さんが入ってます。はい。で、土曜日、そのゲーム当日の日に60人入ってます、お客さんが。で、まあ、持ち帰りがいっぱいあったわけですね。はい。で、昨日ですね、昨日11月5日は、UGA とテネシーの試合がありまして、どちらも8勝0敗だったわけですね。で、テネシーがナンバーワンで、UGA がナンバースリーなわけです。まあ、これはかなり世紀の対決だったんですけども、これがですね、金曜日、前日の金曜日にお客さん127人入ってます。もうかなり待たせてしまって、大変迷惑をかけたんですけども、まあ、込み込みで、まあ、その分、まあ、売り上げは良かったんでいいんですけど、翌日土曜日、なんとお客さん32人、はい、その試合当日ですね、ちょっと先週が60ですから、まあ、約半分で、もう少し持ち帰りを期待したんですけども、全然、まあ、持ち帰りもなくて、まあ、惨敗な土曜日でした。まあ、これだけその影響があるということを、まあ、数字で示したわけです。で、まずそのアメリカのスポーツ見ますと、フットボール、プロで言いますと、NFL、それから NBA、これはバスケですね。はい。それから、メジャーリーグベースボール、MLB、そして、ホッケー、NHL、そして、まあ、今、サッカーですね、MLS。はい。そして、もう一番、底辺に来るのが PGA ツアー。やはりゴルフの人口は少ないということです。はい。で、まあ、ナンバーワンはとにかくプロなんですけども、まずこのシーズン、大体8月がプレシーズンで、9月から始まりますけども、金曜日になると、ハイスクールのフットボールの試合があります。そして土曜日がカレッジがあります。で、日曜日がプロの試合があります。今ちょうどファルコンズのゲームやってますけども、はい、まあ、こんな感じで1週間もう、フットボール漬けになるわけですね。で、月曜日にはマンデーナイトフットボールっていうのがありまして、これが1試合だけあるんですね。で、その次に今度木曜日にもターズデーナイトのフットボールゲームがありまして、これがまた1試合だけ。これまあ、こういうので NFL は非常にいい、その放映権を売って、まあ、その収益にしてるというふうに考えたらいいと思います。で、仮にそのファルコンズがですね、例えばそのマンデーナイトとか、ターズデーナイト、木曜日に試合があると、まあ、もしホームゲームであれば、もう店はガラガラ、みんなその見に行くか、テレビを見る、まあ、アウェイのゲームでもそういうことが実際起きるわけです。はい。まあ、これだけフットボールというのは影響があると。で、カレッジがですね、シーズンが9月から始まり、11月で終わるわけですね。で、12月から、まあ、全米のその、いわゆる、チャンピオンシリーズに入っていくわけです。で、それが終われば、1月の第2週の月曜日に、午後8時から、全米学生チャンピオンの決勝戦があるわけですね。で、この日は店がもう全然暇になりまして、もう店閉めたいぐらいの、暇で、やはり皆さんこういう試合を見に行く人もいるし、テレビで応援する人、またパーティーをする人もいるわけです。
ですから、まあ、うちの店なんかは今テレビをですね、寿司バーから見える位置に1台、それからあと客席から見える位置に1台、2台テレビを置いて、一応まあこういうのを放映しないといけないわけですね。はい。で、昨日例えばその UGA のゲームがありましたけども、ジョージア、アトランタから車で約1時間のところにあるアセンズ、英語でアセンズですけども、日本語ではアテネ、ギリシャのアテネと同じ名前なんですけども、アセンズにUGA の大学がありまして、そこには、8万人収容できるスタジアムがあるわけですね。で、大学のスタジアムで8万人入るってこと自体がもう日本では考えられないと思うんですよね。で、お隣アラバマにもやはりそのアーバンとか、あとそのアラバマ大学のやっぱりスタジアムが同じようにありまして、そこもやはり8万人程度入ると思います。で、グッズの売り上げ、それからまあこうした入場料、ものすごいお金が動くわけですね。で、特に有名なその大学のコーチになると、まあ最低でも年収が1ミリオン、アラバマのコーチは非常に有名で常に勝ってますんで、確か10ミリオンぐらい取ってると思います。まあこれがアメリカの学生スポーツのすごいところですね。はい。それからプロになると、まあ大体、まあ、この学生からプロに入っていく、まあ、ドラフトを得てプロに入っていくんですけども、大体年収が5ミリオンで、特にフットボールの場合は体の消耗が激しいんで、大体まあ5年やって、特にディフェンスですねの場合はもう5年やってもう体がボロボロなんで、ですからまあ大体30ミリオンを稼いでもう5年で引退するという、そういうパターンが多いですね。はい。それからですね、まあ簡単に、あとまあその NHL ですか、フットボール、ごめんなさい、アイスホッケーですね。ここにも前チームがあったんですね。アトランタにもスラッシャーズというのがありまして、結構ロシア人の選手とも私は交流がありまして、よく試合を終えると店に来てくれていましたけども、アトランタではなかなかアイスホッケーは定着せずに、結局まあ、どっかの町に移動してしまいました。はい。それからサッカーは今ユナイテッドというチームがありますけども、もうこれがまあまあどうなんでしょう、外国人選手が多いですけども、そこそこやってると思いますが、収益的にはまだまだそんなには大きなプロスポーツにはまだなってないというふうに私は思っています。それからまあレストランでよくスポーツバー、今東京なんかにもスポーツバーがあるみたいですけども、店の中にもあらゆるところにテレビが置いて、いろんなスポーツが全部見れる。それでまあビール飲むとか、まあチキンウィングを食べて、手羽先ですね、手羽先を食べて、まあスポーツ観戦をするわけです。まあこれが本当にアメリカのレストランと、まあスポーツとの結びつきで、この辺をよく考えてビジネスをやれば、まあゲームのある日に暇になるか忙しくなるからは本当に経営のやり方次第だと思います。はい。今日はそんな感じの解説でした。